りだね。ジュースカイウォーカーズとしてはいつぶり？4年ぶり。久しぶり。ジュースカイウォーカーズ今日初めて見た人。はい。結構いるんだ。それじゃあもうジュースカイウォーカーズをもう昔から20年以上前から見てる人。はい、どう？そういうわけで、ニュースカイウォーカーズ、今回のツアー、ロスト&ファウンドファーストステージですけれども、16年ぶりの、ね、ニューアルバムということで、皆さんもう聴いてもらいましたでしょうか。今回のアルバムはね、ロックに始まり、ロックに終わる、本当にロックなアルバムができたんですが、本当ね、日本の、ロックの歴史に、長残るんではないかというそれぐらいの自信作で本当にいいのができました。みんな本当に聴いてくれてどうもありがとう。まあそういうわけでね、16年ぶりのアルバムなわけだけどさ、アルバムってやっぱしこうその当時を思い出すっていうかね、例えば僕だったらビートルズやさ、ローリングストーンズ、それこそあと日本のバンドだったら RC サクセーションやらね、子供バンドやら、まあ、その頃のアルバムって今でもさ、ツアー中に聴いたりするとなんかその頃のさ、景色っていうの、なんかその頃の思い出がこう蘇ってきて、親友のことだったり彼女に振られたことだったり、あとこうね、先生に怒られたとか、僕でしたら停学になったりですね。まあでも僕は窓ガラスを割ったりとかバイクを盗んだりはしてます。人それぞれのこう捕まり方があるわけで、僕らしい捕まり方を当時したわけですけど、でもやっぱその頃ね、定額っていうか俺謹慎処分になって家帰ってる時さ、 RC サクセーションのラプソディっていうアルバムがあるんだけど、それをずっと聴いてたので、すごくその慰められたっていうか、もちろん俺悪いことやって定額になってんだけど、なんか俺間違ってない的な。それはまあまあ良くないけどさ、でもなんかやっぱ人間ってどんなことであれやっぱ落ち込んでなんかで立ち直んないとやっぱ前には進めませんから、まあ、そこを改めて前に進むにしてもね、やっぱ何か立ち直るきっかけみたいなものがないと進めないじゃない。そんな時やっぱ俺にとってはね、ビートルズやローリングストーンズやそれこそ RC サクセーションの歌だったりしたんだよね。で多分きっとさ、みんなもどうなんだろう、そういう自分らの思い出のアルバムって例えば全部このままでだったりするのかな。一つだけ締めてるかな。歩いてくるかな。スタートとかね。トゥーバットとかね。スタートね。まあまあちょっとまた後でまた。でもさ、なんていうの、そういうこうアルバムって多分一人それぞれの人それぞれのこうストーリーがあるっていうか、俺たちが作ったアルバムだけど、でも多分それはみんなの手元に入ったところでもう一人一人の物語がそのアルバムにはできてると思うんだよね。俺もそうだったし、多分みんなもきっとそうだと思う。で、やっぱそのジュンスカイウォーカーズのもう20年以上前のアルバムをね、今のスタートって言葉が出たようにさ、俺たちの曲を大切に聴いてくれて愛してくれて今でもこうやってたくさんまた集まってくれるっていうのは本当に嬉しいです。本当にどうもありがとう。このね、ロスト&ファウンドっていうアルバムが今度10年後、20年後、また俺たちにとってさ、また広島に集まった時、なんかそんなみんなの中にそれぞれできた思い出のアルバムとして、また曲たちをね、未来に演奏できたらとっても素敵だなと思います。そんなわけでじゃあ俺たちの16年間の気持ちを結ぶ曲っていうのかな、そんなアルバムが、そんな曲がアルバムの中に入ってるので聴いてください。タイムカプセル。束縛を覚えてくれて
どうもありがとう。